進入、内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。スタートしました。準優勝戦第11レース、1番と3番が若干スタート。さあ1マーク、逃げる1号艇の桑原、2号艇の赤坂が刺す、3号艇の瀬野を握って向こう正面へ。逃げた1号艇桑原トップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇桑原優、2番手に2号艇赤坂俊介、その後ろ3号艇瀬野忠之、続いて2マーク、トップで1号艇の桑原、2番手3号艇の瀬野が先取って、さあ下2号艇赤坂、2号艇の赤坂が2番手、3番手が3号艇の瀬野、上位3艇は1番、2番、3番。レースは2周目と入りました。先頭は1号艇桑原優、向こう正面です。2番手に2号艇赤坂俊介、3番艇3号艇瀬野忠之、上位3艇は1番、2番、3番。その後ろは5号艇赤池周平、4号艇松本弓雄、6号艇堀本和也となっています。2マーク先頭で1号艇桑原折り返します。2番手に2号艇赤坂、3番手は3号艇の瀬野、先頭から1番、2番、3番の上位体系で大時計前を通過していきました。レースは最終周回ラスト1周です。最後のバックへ、先頭で1号艇の桑原優、2番手に2号艇赤坂俊介、3番手3号艇瀬野忠之、1番、2番、3番。この決着3連単のオッズ3倍となっています。大本命の決着となりそうです。11レース最終コーナー、先頭は1号艇の桑原優が折り返します。2番手に2号艇の赤坂俊介、そして3番手が3号艇の瀬野忠之で、まもなくゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、3番五輪、5番五輪、4番五輪、6番五輪、以上全艇ゴールインしました。第11レースの確定は1着1番、2着2番、3着3番、以上でした。